はい、どうも、こんばんみ、こんばんみ、ひろきゅんでーす。ってことで、このゲームちょっとね、やりたかったんすよーってね。んでね、ねむろー、うぅー。ってことで、行きましょう。ってことで、このゲームはね、ファンタジードライブっていうね、ゲームでね、なんかいろんなね、いろんな世界の英雄たちがね、出るらしいんですよ。で、孫悟空、三尊法師、織田信長、アマテラス、卑弥呼とかね、あとゼウスとかね、呂布とかね、なんかいろんなゲームが出るんですけど、まあ、それでアクションするゲームなんでね、結構ね、爽快感あってね、楽しいんですよ。で、どんなゲームか今からやっていきたいと思いますってことで、行きまっしょい、挑戦。はい、ここでメンバー選んで、で、ダウンロードが始まると。で、ステージをダウンロードしたら、こういう風に、ここで、指でタッチすればね、こうに移動できるんですよ。で、そんな、移動するのもめんどくさいあなた、左下にオートがあるじゃろ？オートでね、こういう風に自動的に歩いてもらいます。キャラクターがね。で、下に、右下にスキルが、溜まるんで、スキルゲージが。で、スキル溜まったら、ここのアイコンをタップすればね、ここに例えば押しますよ、パンダの。はい、こういう風に必殺技を使っていただけるんですね。ってことで、どんどん進みましょうってことで、まあ、こうやって進みますね。で、ちゃんとボスも出てくるんでね、倒しがいがあるっていうね。で、ボス出てきても、スキルを使うと。で、こんな感じで、どんどんスキル使って、倒していくゲームですね。はい、パンダ使う！パンダ、パンダ！パンダ！お、パンダ強えな、やっぱ。ってことで、こうやってね、どんどん進んで、あい！で、こいつはね、何やったっけ？なんとかなんとかって言うんだよな、この忍者の。ちょっと待ってよ。レベルアップするか？で、確定で。でね、風魔小太郎って言うんですね。風魔小太郎とパンダ老子とメデューサ使ってます、僕は。で、ちゃんとね、ちゃんとこのゲームガチャもあるんですね。ガチャを引くためのね、ダイヤがもらえるんでね、進んでいくと。で、無料っていうか、無課金でも、楽しめる仕様になってます。で、ボス戦は、フレンドの救援要請を出すことで、協力プレイとかもすることができます。で、レベルが上がっていくと、新しい新要素も、新機能もね、追加されていくんでね、よりやっていくとやりがいがあるって感じですね。はい、ステージをダウンロードして、はい、行きましょう。進もう。また会えるよな、きっとどこかで。はい、オートで進むと。オートだとね、おっと楽なんでね。はい、行きます。こういう雑魚はね、軽々ね、倒してもらえるんでね。このキャラクターたちに。で、ちょっと、スキル使うのもったいないんで、ここは地道に、ボスを倒して、ボスじゃなくて、雑魚キャラを倒して、こっちもまだあんま食らわないんで、サクサク進めると。あ、ちょっとやべえか。ちょっとここ使っとくか。ちょっとお助けモード。お助けモードでーの、パンダメデューサ風魔小太郎チームの、グオー、お前ドリーマーだな。あ、そうだ。よし。倒す。通りたければ俺を倒すことだ。HP7585 もある。フランケンやな。意外と強そう。でも俺の手にかかれば、こんなんちょろいもんさ。はい、行くぜ！よっしゃ！でね、こういうふうにタップすればね、
キャラクターをタップすればこれに集中攻撃できるんですよ。マークがついて。お、なんか今使ったぞ。強気ね。まあ俺に勝てる余地はない。はい。でパンダ使って、お、もうすぐ死ぬ。なかなかいい戦いっすなー。これは迫力すんごい迫力あるんですよね。っていうか画質も綺麗なんでね、めちゃめちゃいいっていう。お、倒したー。マジかー。グオー、おのれ、なんとか勝てたぞ。俺に勝てても他の世界はもっと強いやつがいるぞ。なるほど、今後に期待ですな。どういう敵が出てくるか楽しみですな。ってことでボックス開けてアイテムをゲットで、アイテム、あ、ほらこうやってレベル上がると競技場とかもうオープンするんで、ここに新しい新機能がついてくるんですね。でここに強化とかでも、ここにあのあれ、ここにやっていけば、実行ってやれば素材集めて、素材、うん、まあ素材にする、あ、ユニット必要 EXP とか使って、実行するとレベルとか上げてキャラクターを強くしていくことができますね。でこうやってこいつレベル7なんで実行して、あ、必要ストックが680なんで、必要 EXP が80なんで80使ってレベルアップすると。でこうやってね、育てて強くしてダンジョンに行くことができます。どんどん自分を強くするのも楽しいんですよね。ってことでなんか競技場、あ、これか、バトル競技場が開放されたんでね、これやってきましょうか。バトルのイメージがランク、これ、ね、報酬が変わります。競技場の編成は競技場専用になります。バトルに適したチームに編成しましょう。はい、ランクが高いほど報酬、豪華な報酬をゲットできます。まずこれを挑戦をやるってことですな。はい、ステージダウンロード。も戦闘、戦闘開始。これ知らん人と勝負か。ヒロキュン1937、あいつの方がやべえ、戦闘力だけ。あー、すげえ、これ他の人と対戦できるんですね。これは面白いぞ。え、やべえ、負ける、やべえ、強え。え、マジか、すげえな。ちゃんと報酬ももらえるか。なるほど、すげえ、対戦できるんすね。うん、これは楽しいな。名声がないとできないってことか。うん、名声1500。ああ、時間的、あと8分50秒ぐらい後に挑戦できる感じですね。まあ時間経ったらできるって感じですね。おー、すごいなこれ。ってことで競技場でここにいろんなオンラインの人がいるんで対戦もできるっていうね。はい、ってことで、はい、これちゃんとレアガチャもあるんで、はい、やっていきましょうか。ちょっと一回引けるんで、多分一番右に行くにつれてね、これいいガチャだと思うんですよ。なんで一回ガチャ引いてみましょう。ここに無料でガチャ引くことができるんですね。お、一回か、確率3倍楽 100% で一つ確定。10連はちょっとないんで一回行きましょうか。さあこれに頼む、引いてくれ。おお、おお、かわいい弓、すげえ。マジか、これはちょっと弓使いは遠くから狙えそうな感じがしてね、あの攻撃がいいかもしれませんね。ってことでこんな感じで結構ね楽しみ要素があるっていうね。ってことで、お、これ移動できね、お、すげ
改善できるやん。てってれー、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 チューン、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 チューン。ってことで、最後、こっち向けときますか。こっち向けとかんと、かわいそうなんでね。ってことで、ファンタジードライブ、結構楽しいゲームです。よかったら、ダウンロードして、やってみてください。ご視聴ありがとうございました。